DTM マガジン読者の皆さん、こんにちは、小林です。シンガーソングライターライト 6.0 の、3回目の今回はですね、ガクッポイドとの連携をちょっと紹介しようかなと思います。ガクッポイドといえば、ボーカロイドですけれども、ボーカロイド自体は、オケを作る機能は持っていませんので、このようなシンガーソングライターであるとか、このようなソフトで、オケを作ってガクッポイド、ボーカロイドですねと組み合わせるという形で曲を作っていくわけですけれども、実はですね、このライト 6.0 ではですね、歌詞をこちらで打ったものをガクッポイドに持っていくことができるんですね。そのあたりをちょっと見てみましょう。はい、これメロディーのトラックです。メロディーのトラックに今これ歌詞の 1,2,3,4 これ4番まで打てるように設定してあります。細かい設定は歌詞表示トラックの設定、ここから、作ることができます。例えばエレピのトラックに歌詞書いてもいいんですね。これエレピに書くっていうよりは、例えばここに例えば日本語の歌詞で、裏に英語の歌詞とか、ね、欲しい場合は、こういうふうに使いトラックで使い分けることができるということですね。ガクッポイドは基本的には日本語の歌詞に対応した、ボーカロイドですから日本語の歌詞を打っていきます。今回の曲はシンガーソングライターのライトにデモ曲として入っている一人ゆらりという曲なんですけれども、ここをですね、これも、あらかたこれメロディーが打ってありますので、ここ歌詞をちょっと打ってみましょうかね。これ8分音符ですから8分にして、これでこんな感じですね。ゆうぐれぐでの、こんな形で歌詞を打っていきます。はい、これが出来上がった歌詞ですね。実はこれ2番、もあるんですけれども、曲の中でこれはリピートを使ってます。同じ歌詞を歌うところというのはリピートで囲えば同じ歌詞を歌ってくれますので、一応こんな感じでできたんですけれども、当然ライトでかけた状態ではこの歌詞は歌ってはくれません。メロディーが出るだけです。ちょっとメロディーはね、どんな感じなのか聞いてみましょうか。歌っちゃいました今。これ歌詞こうやってね出るとメロディーが結構シンプルだから歌えたかもしれないですね。はい、じゃあこれを、ガクッポイドに持っていくんですけれども、ガクッポイドに持っていくときはですね、実は今の音域っていうのはこれ譜面正しいようなんですけど、実は男性ボーカルっていうのは実音よりも1オクターブ上でもって、譜面を書くっていうのが決まり事になっているんですね。だから実音というのは1オクターブ低いんです。で、ガクッポイドに持っていくときっていうのは1オクターブ下げておかないと女の子の女性の音域になってしまうので、これ1オクターブ下げます。音符のところにカーソル合わせてですね、コマンド A で全部反転させます。右クリックからグローバル編集でノートをマイナス12、これ1オクターブですね。ドン、下がりました。譜面の表示は変ですけれども、ガクッポイドに持っていくんだったらこれで OK です。さて、ここからなんですけれども、ボーカロイドに持っていくときというのは、全体、トラック全体を持っていって必要なところだけ使うとかっていう方法もありなんですけれども、それだといろいろ後が厄介なので、おすすめなのはこの方法です。ボーカル以外、メロディー以外ね、を消してしまう。で、この状態で、書き出します。書き出すのはスタンダードMIDIファイルになります。名前をつけて保存からスタンダードMIDIファイルを選んで名前をつけます。ここで例えばボーカル01、これはフォーマット0のままで大丈夫です。で、保存します。で、これで、このファイルはもう同じ名前で保存する必要はないです。保存してしまうとさっきここ打ってあるやつ消えちゃいますからね。これはもうこのまま閉じちゃって結構です。はい、ボーカロイドエディターが、立ち上がりました。ここからですね、読み込むんですけれども、開くではないんですね。読み込みで、ミディファイルでしたよね。スタンダードミディファイルで、ボーカル01ミッドって、これを読み込みます。
1チャンネルだけ入ってますね。はい、10小節目あたりからですね、確かここですね、入ってます、はい、これですね、実はですね、これよいしょ、1の方が空で2の方にこうやって入ってますね。でここね、いらないので先消しちゃってください、トラック削除します。よし、はい、でこれで1トラックだけになりました。で実はですね、これこのままかけるとね、ちょっとおかしなことが起こるんですね。ちょっとやってみますね。だったかはーって、これ全部あなんですね。実はこれね、このままじゃダメなんです。これ発音記号、言うなだけど発音記号あになってますね。うに対してあになってます。これは、発音記号変換という機能を使ってドン、これ言うですね。うぐーれーのなりました。でテンポを合わせます。79ですね。でさっき実はここがですね、全部スタカートになってたんですよね。でこれスタカートにこういうふうに、スタカートこれ手ヌートにしてあげます。これだけでね、だいぶ違うんですよね。ゆるれの、はい、こんな感じですね。いわゆるベタな感じですけれどもね、ここから、もっと凝りたい人はこんな感じにするといいですよ。夕暮れの気配に誘われて、この最後のアートがね、こうしゃくってる感じがね、かなり人間っぽい感じになりますよね。はい、でこれでいいとしたら、これを書き出します。ウェブですね、名前をつけて書き出します。保存です。学っぽいで使ったトラック、作ったトラックを全部書き出す場合はマスタートラックですね。全部まとめて書き出したい場合はマスタートラック、一つずつバラバラに書き出したい場合は現在のトラックを選択します。今回はこっちでいきます。こんな感じでちょっと読み込んでみました。これバラバラにね3本取ったんですけれども、これメロディーこっちで、今ガクポイドが歌ったやつを読み込みましたから、こちらミュートしますね。これでちょっと聞いてみます。こんな感じになりました。夕暮れの気配に誘われて、こんな日は「このままこうして」「目を閉じもう少し」「暇なな時」このままこうして目を閉じもう少し暇なな時、はい、いかがでしたでしょうか。ライト 6.0 はオーディオトラック4つありますので、今ガクっぽいとサントラック使ったので、ギターを1トラック取ってみました。これでね、リバーブコーラスの処理をして、ミックスしてあげればこれでもって1曲完成という感じですね。はい、3回にわたってお届けしてきました、シンガーソングライターライト 6.0 だったんですけれども、どうですか、楽天でねちょっと実際にいろいろいじってみて、いただくといいかなと思いますが、お相手は小川悦司でした。実はまた来月ちょっとまた別のを紹介しますので、そちらもお楽しみに。それでは。